ます。あ、今始まってます。はい、再開ある。あれだ。声張らないとダメなんだ。おはようございます。はいさーい。はいさーい。はいさーい。龍角中の健太と、健太郎と、のりとです。実は、来月末に国立劇場で終身金入りっていう踏み踊りがやるんですけども、はいはい。それで今国立劇場がチャンネルを開設していて、その収録に声がかかりまして、お、はい、向かうことになっております。我々も自分たちのチャンネルの撮影ではないので、なんか妙な緊張感がありますけど ね確かにどういう感じですかね。ということで、今回は国立劇場沖縄から YouTube 撮影の依頼を受け、組踊り終身金入りゆかりの地を巡っていきます。国立劇場沖縄のチャンネルで本編が公開されていますので、ぜひそちらをご覧ください。この動画ではコラボ撮影の裏側や終身金入りにまつわる龍角エピソードをお届けしたいと思います。それでは行ってきましょう。到着でございます。ということでね、マックに、マックかい行きたいと思います。アダニアのマックに。アダニアの違う、大山な、ここ大山な。全くアダニアではないです。じゃあまだなんだっけ、モーニングが間に合うということで、ありがとうございます。もうカフェイン中毒ですから彼はね。もう私はね、早く行ってなんかあっちで休んどこうっていう感じですか。いや、もうマジでコーヒー飲みたいみたいな。やばいやばいやばい、はーみたいな、やった。違う、これがないと喋れないから。このままテンション低いですからね。そう、エンジンね、うん、エンジンかかんないと。高井健太郎の燃料ですからね、コーヒー。いや、もうマックさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のね、元気の源です。いい朝のセット。あ、俺いい。俺もいい。健太さん食べました？食べた。もうエンジンかかってますよ。俺も食べた。いらっしゃいませ。おはようございます。ご注文お伺いいたします。エッグマックマフィンのセットお願いします。ソーセージエッグマフィンのセットです。はい、セットお願いします。イエイ。燃料。イエイ。イエイ。アダニア公園、中城区中松公園です。すなあ。え、俺道間違えた？これやばいな。俺多分俺ぶつけてる絶対。マジで。え、これ右？間違えてないかな？左で、左。うわ。アイリンさんの、え、あ、まあ大丈夫だよ。お墓があるとこだよね。はい、中城区若松公園でもさ、公園にお墓ってなんかすごいね。あ、でも俺の地元の公園も隣がお墓、ええ、ジデカリ。でもなんか沖縄って一般的なお墓とちょっと違うというか、普通って長方形の墓石があったりするけど、カメコウバカとか、ね、カメコウバカとか、門中バカってそういう一親族のお墓だったりするし、お墓本体とそれを囲う石垣みたいのがあったりするさ、なんかどっちかっていうと家みたいな。あ、あっちは中に入るんですか？アダニアって書いてある。こっちですね。そう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 、こっちら辺を。ご覧ください、これはもしかしてコバテ石ですね。ですね。バーディーサーが、うわー、うっそうと茂ってますね。到着しました。さあ、行ってまいりましょう。国立劇場のお願いします。大浜さんです。大浜さんです。よろしくお願いします。それではゴー。すげえ、すごい。あ、若松、若松生まれねえだろ。こんにちは。こんにちは。かわいい。え、蜂の巣があるそこに。
これなんか怖くね。いいっすか、とっくり鉢の。ほんとだ、あらすじ、はい、さあ撮影が始まってまいりましたが台本あり初めてですからちょっと緊張してます。そうですね、頑張ります。はい、息子若松は宿を逃げ出すのでした。はい、最後の最後終身金入りの主人公中城若松は絶世の美男子として世間で噂になっておりました。そんな中城若松が尻まで五方向に向かう。こちらが絹缶ですね。あ、すごい。すごい。お、若松は荘園王金丸と。はい、ということで今回ね、組踊り鑑賞教室の終身金入りを紹介しているわけですけれども、あ、はい、イエーイ、こちらしです。はい、こちらが俗に言う美の祭典でございます。いや、でも本当贅沢っすよね。しかも4日間ですからね。そう、11月24日から27日まで、うん、平日は2回公演で、うん、土曜日は2時の公演1回ですね。しかもこの鑑賞教室ってさ、の解説が入るじゃん、うん、からあれ結構おすすめなんだけど、うん、見やすいよね、うん、初めての人でも全然楽しめるよね、うん、楽器一つ一つ解説もするじゃないですか、うんうん、ああいうのってなかなかないですよね。そうだね、うん、ちなみにみんな初めて終身金入り見たのはいつ？自分は高校2年生の頃で。自分もっすね、うん、高校って芸術鑑賞会っていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、あれの一環で一回見たんですけど、高校の初めて見た時の記憶はぶっちゃけないです、あんまり。あ、うん、ちゃんと見たのは大学に入って先輩たちが通し稽古してるので初めて 見ましたね。なんかすげえみたいな、うん、一個上の先輩とかが、今まで先輩って言ったらなんか部活の先輩とかでサッカーしてるってイメージだったけど、うわ、組踊りしてるみたいな、うん、それがすごく衝撃だったのを覚えてます。なるほど。自分も芸術鑑賞で見たんですけど、うん、なんか高校2年生の時に沖縄市の主催の授業で子供組踊りっていうのがあったんですよ。でそれに出た時に初めて見ました。出演者としてですか？出演者として。その時一応三振なんですけど、すごいレア、レア。冬バランサトゥを歌いました。まさかの終身デビューは三振ということで。そうだね。その時が初めて一応見たというか、やったというか、出会いですね。ケンタロウは？自分は大学4年の時に、なんか沖縄に来た時に、県立芸大の、なんかオペラと終身金入りの、なんとかっていうのを、自分たちの一校への先輩で、大学院の授業でね。そうそうそう。あるよね。あれを見に行った。またマニアックな。確かに。そう。でもなんかあの時って、その、もうインターネットで調べたら、国立か県立芸大の情報しか出てこないから、だから、よくあれにたどり着いたなっていうのはあるんだけど、意外と沖縄に住んでたらこういろいろどっかで何かやるってわかるけど、全然ね、ネットにはね出てないよ、思ってるほど。Facebook とかでは回ってくるけど、やっぱネットの情報って少ないんですね。少ない。オーガニックでたどり着けない。からこそ来月末のね公演かもしれないですね。そうだね。なんか単発じゃないし、確かに4日間やってるし、平日休みの方とかでも、ね、うんうん、行けるし、ね、少しお手頃な値段になってるのでいいかもしれない。はい、行きますか。はい、行きましょう。行きましょうか。はい。はい、ということで撮影が終わりました。大浜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、またね。バイバイ。バイバイ。お、撮ってるんですか。蕎麦を食べます。シム状です。初めて食べます。出まいりましょ。食べるの初めてかもしれないです。あ、そう。はい。
ですね。場所がどこにあるとかまでは知らなくて、うん、大学の時一人で来たんですか、うん、名前だけ知ってしまう、うん、Thank you.